パパの丸ごとナッカレー、総料理長のチャレンジ料理、カタカタシェフチャンネル。はいはい、では今週もやってまいりましょう。おいしゃい、クッキングパパ。はい、はい、そうですね、クッキングパパファンの皆さん、はい、お待ちかねです。そうなんですか。そうなんです。この丸ごとカレー。あ、なるほど。すごい材料ですね、これね。丸ごとです、すべて。え、これ本当にこれ切るわけじゃないですもんね、このまんま。で、丸ごとカレーなので、これね、今日使った野菜の皮とかくずですね、これでスープを取って、レシピでは水を入れるって書いてあったんですけど、そのスープを入れて作っていきたいと思います。まあ、SDGs ですね。今入りのね、 SDGs パパ。はい、じゃあやっていきましょう。はい、どうす。オイルでちょっと和えて混ぜて、ゴロゴロ軽くちょっと塩しますね。で、あとは鉄板に入れて、火は入れないですね、表面だけ固める感じです。カレーの仕込みでは思えないですね。逆アリエッティね。巨人族の料理作ってるの。うちら小人。195度で5分火を入れます。表面に火が入れば OK です。じゃあ肉いきましょう。お肉に塩コショウします。ガラムマサラをかけます。ガラムマサラって何ですか。スパイスです。クミン、コリアンダー、クローブ、ブラックペッパー、カルダモン、シナモンが入ってます。これ使われねえぞ。長いことやってますからね。お肉の表面を焼いていきます。肉に火が入ったら圧力鍋に入れます。先ほどの野菜も入れていきます。さらにみじん切りにした野菜に赤ワインとすりおろしリンゴを足して火を入れます。火が入ったら圧力鍋に入れます。はい、いろんなもの入ってます。玉ねぎの皮、トマトの皮、あとリンゴの芯、ナスのヘタと、セロリとかですね、あとピーマンのヘタとか。でブイヨン取ります。10人前なんで2000、1人200と考えて。これ種を取ります。これは種取ってここ入れてくれる種。あ、たぶん SDGs だから。うん、身も、身は刻んでこっち入れるから。あ、なるほど。反対側でやった方がいい、逆に持って側で。サルカツ。今調教師から。意外と脇弱いから。フルーツトマトの種はブイヨン、身は細かくして圧力鍋に入れます。ブイヨンは沸騰したらこします。結構ね、色がすごい色ですね。玉ねぎの皮の色が強いかな。じゃあここに入れますね。では40分経ったので蒸気を抜きますね。うわ、すごい。じゃあカレー粉を入れましょう。うわ、少し取り出したスープにカレー粉を入れて溶かします。うわ、めっちゃいい匂いする。やばいですね。25分で弱い。飛び込みたいっす。今行く。うわー、やべー、この匂い触らねえんだよな。そういう技術ないです。いけ届けとケチャップも入れますね。ケチャップ入ります。
途中のソース入ります。生クリーム、コンソメ入りますね。醤油、うわじゃあナス入れますね。よし、盛り付けましょう。お、はい、お、うわあ、喜んでる喜んでる。グラが、うん、トマトにも、うわあ、わ恥ずかしがっちゃって真っ赤っかですよ。じゃあご飯盛りましょう。おお、これ実際の写真とか映像見てないですけど、こんな感じなんですか。多分そうですね。はい、完成でーす。これはうまそう。はい、はい、じゃあ食べてみましょう。はい、どうですかね、ボリューム、めっちゃいい匂いする。これホクホクじゃがいも、やわらかい、うまおいしい。うんうんうん、これ歯ない人も食えますよ、じゃがいも。肉すげえ、肉だ、肉は、うん、トロトロだ、うわ、うん、なんだこれ。これ普通のカレーよりも食べやすいですもんね、スルスルスルって。すごい、点数つけますか。これはいいよね。はい、今日は90点。おはんだ。あれ、久々じゃないですか、これ。ですよね。美味しかった。これ美味しい。いや、これうまい。でも大変だったね、具取るのね。もうちょっと短くてもよかったですね。30分でいいかもしれないです。圧力鍋でね。本来ならなんか3、4時間煮る料理みたいですけどね。はい、大変美味しかったです。はい。ちょっと大変かもしれないですけど、やってみてください。はい、それでは。はい。今回の動画が面白かったという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。コメント欄に感想やリクエストお寄せください。はい、お待ちしてます。はい、はい、それではまた来週。はい、トムです。クッキングパパ、次回のカタカタシェフチャンネルはエルさん、ヤングマン冷製パスタ対決、お楽しみに。出会いは奥様の胸騒ぎ。これで著作権引っかかったらいい。